おはようございます。森口でございます。今日もよろしくお願いします。今日は7月の23日火曜日お題がこちら。衝撃の事実、行ってこい、なぜということで話をしていきます。村川、日経金株価の冷やしチャートで、チャート的には上がって下がって、7月の上昇分ほぼ帳消し、行ってこい、みたいな感じになったので、 どうしてこうなったのかなっていうことを考えてみたよということになります動画の後半に出てきますのでよかったら最後までお付き合いくださいということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析を必ず毎朝7時目標で更新をしておりますなるべく耳で聞いてもわかるような形でなるべくわかりやすい言葉を使って解説を続けていきます毎朝7時更新の毎日チャート分析チャンネルチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますそれでは早速昨日の振り返りを見ていきましょう日経平均株価続落と となりまして4万円を割り込む結果となりました下落率も比較的大きくまたトピックスと下落率が同じなんですねなんでまあね半導体株が下げてるっていうところハイテク株が下げてるっていうところもあるんですが値下がり銘柄数も多く全体的に下げてしまってそしてグロース250も下げちゃってるっていうのがね日本株の弱さを物語っていますよねただ アメリカ株は反発してくれたんですねですので今日どれぐらい戻せるかっていうのがひとまず焦点になってくるかと思いますアメリカ株に関しましてはナスダックが中心となって上がっているイメージですね欧州株に関しましても1%を超える指数が目立ちます業種別ランキング見ると情報技術コミュニケーションコンピュータ ハイテク関連が上昇してるのかなとっていうイメージがあります。ダウでも緑が多いですが、情報技術が強いです。ナスタック役のヒートマップを見ると、やっぱり半導体株が中心で上がってるイメージが持てますかね。となると、やっぱりソックス指数が3.61%。大きな反発を見せています。日経先物は281円のプラスです。残念ながら4万円にはちょっとまだ届かないかもしれません。ドル円が157円の10銭。原油が78.44。ビックスは14.84。 長期金利4.262ラッセルも1%以上の上昇ですまた暗号資産に関しましては高安まちまちで動いておりますそれでは見ていきましょう日経下落続く7月上昇分帳消し 言ってことこでこれは最後の方にね、話をしていきたいと思います。まずはいつも通りなんですが、アメリカ株が始まった後の日経新聞を確認させてください。ダウが反発で始まった理由ですが、自立反発狙いの回ということですね。今日はね、特に目立った経済指標の発表とかもなかったんですよね。で、どうして上がってるかっていうところで、名前が上がってくるのは NVIDIA ですね。NVIDIA が3%ほど上昇する場面があって、どうしてかっていうと、中国への輸出規制に 沿った同国市場向けの新たな人工知能半導体を開発しているというこの報道があったためなんですねこの輸出規制があってから半導体株下がりましたからね、まあ、それの対抗処置みたいな形になるんですかね。 また、アメリカ市場の中では、バイデン大統領が大統領選挙からの撤退を表明したことっていうのも、一つの買い材料にはなってると思いますね。ほぼトランプ、確実にトランプなんていうふうに言われていましたから、まあ、ハリスさんがどうかは置いといて、その見方が若干変わったっていう形からですね、買いが入っている面もあるのかなというふうには思います。そういったところがですね、ヨーロッパ株にもね、反映されているのかなというふうには感じておりました。でバイバイ代金の ランキングを見てみますとやっぱりこのトップ2が引き上げてくれた感は非常に強いんですが3番目のクラウドストライクホールディングス全世界のシステム障害への影響っていうのはまだちょっとあるのかもしれませんねそこはリスク要因として押さえておいてください n v i d i a の冷やしチャートを見ますと僕が取った時間帯では4.81%上昇して非常に強いんですがチャート上ではそこまでいいサインが出てるというよりは上値抵抗がまだ残っているかなっていうイメージですね 材料としては先ほどお伝えした通り中国向けの新 AI チップ計画報道で上昇ということになっております結果半導体株全体的に上がっていましてソックス指数も3.5%の上昇ただこちらもですねまだ上値抵抗があって買いサインが出たとかではないので引き続きご注意くださいテスラに関しましても僕が取った時間帯では5%以上の上昇となっておりましたが転換線を超えて テレパ強いですが何、まあ、ともまだ言い切れないところですかねこちらの報道に関しましては来年には社内用の人型ロボットを少量生産し早ければ25年末には販売できるようになるというところから期待、まあ、で買われてるんだなっていう感じがあります。 ねえー、これら結構大きな変動を踏まえた上での決算発表日が近づいてきてるんですねテスラは今日の引け後アルファベットもそうですねまた金融政策のタイミングと重なりますが7月の3031そして8月の1日マグニフィセント7の決算マイクロソフトメタアップルアマゾンと続きますのでここはぜひご注目いただきたいなというふうに思いますアメリカが7月の3031日本も同じ日に、ね、中央銀行の会合があって主要企業の決算があって もちろんその間、日本企業の決算発表なんかも結構続いていきますよね。注目どころでいきますと、例えばスクリーンホールディングスやアドバンテストといった半導体関連銘柄もそうですしね、その他にも例えばトヨタ8月1日なんかにも発表があります。続々と決算発表と金融政策の発表、ここが続いていきますので、ぜひご注目いただきたいと思います。FOMC に関しましては、 9月の利下げ確率が CPI の発表以降ほぼ100%になったという報道があったんですが足元ではですね昨日よりも若干現行の金利を維持するんじゃないかというパーセントが若干上がってるんですね、えー、ですからバイデン大統領が撤退したことハリスさんが大統領選挙に立候補することを見込んだ形でちょっと不透明要因が増してきたのかなというふうに思いますがそんなに大きくはないですかね日銀会合に関しましてはちょっと と読めない感じになっていまして消費回復を今後のデータで確認するため今回は利上げや見送りとの打倒が一部当局者から出ている一方で物価が予想通りに推移しているんだから機械逃すリスクも意識した方がいいということでこれはちょっと出てみないと分かんないかなといったところになっておりますそんな状況で迎えます日経平均株価が好調であればね日銀も動きやすかったんだと思うんですがぐっと下がってきてしまって 気がつけばまた4万円割れてていいるっていう状況ですよね。昨日も400円以上下げてしまった結果行ってこいのような状態になってしまったその理由はなぜかっていうことなんですけどその前に上がった理由をね、考えておく必要があったのかなというふうに思いました7月11日に高値を取っているんですがこの週の投資主体別売買動向が出ておりますで、ね、意外だったのが海外投資家がね積極的に買いを進めてるんじゃないかっていう報道があったんですけどもあ あんまり入ってなかったんですね。で、ね、現物は1288億円の買い越し、1兆円とか買い越しがあれば、 この週は ETF の分配金捻出売りがあった週だったので確かに帳消しになって上がっていく納得ですって感じだったんですが1288億円しか買いが入っていなかった一方で海外の先物の,の売買動向を見てみますと、まあ、買い売りいろいろあるんですが22 5先物トピックス先物大きな買い越しで8405億円の買い越しになっていたんですよねちょっとずれてたらすいません 合計で9693億円の買い越し、約1兆円の分配金年出売りとの相殺があって、そして株価上昇が続いていったのかなという可能性はありますよね。ただ、シンプルに短期筋の動きになるので、まあ、それが止まれば買いが入らなくなって、このように下がってしまったってことも考えられますしいろんな意見がある中で、そもそも ETF の分配金年出売りに備えた 売りの買いい戻しみたたな意見もあったんですねそうするとやっぱ買いが入らなくなってしまって幻の4万2000みたいな形になってしまったのかなというふうには思っていますちょっと短期資金だったっていうところからですね今の上昇そんなに過度に期待できないよっていうところはぜひ押さえておいてくださいで今後の注目点として2銘柄押さえておきたいなと思っていることがあるんですが1つはディスコとエヌビディアの関係ですね今日エヌビディアまた上昇していますがここまでディスコが高値からもう30% 近く下げてきてきるんですよね非常に大きな下落すごく目立っていて売買代金も上位に入っていますのでこの銘柄が今までこうやって相関してきた NVIDIA と違う動きを始めたら、まあ、どんな影響があるのかなというのはちょっと見ておきたいなというふうに思っていますまたほぼトランプ確実にトランプということで買われてきたのが三菱重工業ということですがその動きが見方が若干変わってきてますよね 昨日も三菱重工業下がっていてまた売買代金も少し少なくなってきているところも気になりますこういった動向も見て日本株市場見ていきたいと思っていますということで今日の動画のまとめです米株上昇自立反発狙いの会い、売店撤退も一つのきっかけかということですね銘柄としては NVIDIA が、ね、今日の相場を牽引してくれた可能性非常に高いと思っています中国向けの新 AI チップ計画でということで規制にも沿った形であるというところから株価も反応しましたね テスラも大きく上昇してまして社内向けのロボット製造へということで、まあ、どういうものかテスラが作るものですからね何か革新的なものなのかもしれませんよね2社の貢献が非常に大きいなというふうに思いますが、まあ、テスラは今日の引け後に決算ということになりますし7月30 31日、中銀会合と重なる決算も非常に多いですからこの辺は注目ですよね。 日経平均が高値をつけた週投資主体別売買動向を見ますと実は海外の現物ではなく先物の,の短期筋だった可能性が非常に高いんですよねですからその短期資金によって引き上げられた株価がですね下がってしまったっていう可能性が今あるのかなそこから先はじゃあどうなのっていうのを考えますとあまり過度に期待するのは良くないなっていう形ですよねデフレ脱却して長期的な経済成長で腰の据えた資金が入ってきたわけでもなかったっていうところはぜひ押さえておいて ください。4万円や基準線っていうのが、今後抵抗として意識される線になるかもしれませんね。注目銘柄はディスコと nvidia の関係性や。 ほぼトランプ確実にトランプとして買われてきた三菱重工業の見方の変化この辺にも注目をして見ていきたいと思っていますでは指数の売買戦略冷やしの一目金公表プラスマークリを使ってみていきますはいまずは日経金株価です日経金株価なんですけども4万円に届くか届かないかっていう形ですよねで、ね、4万円を超えてきたらまた見方変わるかもしれませんし一目金公表でいくと基準線あとあとはフ、ま、ィ、あ、ボ,ボナッチをねつけてるんですけども前回の下落そして上昇そこから取った だいたい50%押しぐらいの水準にいるんですよねこれ下がっちゃうとやっぱり下落が続きそうかなっていったところなのでそこは注意して見ていただきたいなというふうに思っていますトピックス見ていきましょうトピックスもね大きな陰線をつけましたただ日経金株価との違いは基準線よりも上にいるんですよね これが押しの目安になってくれればっていうところでベーカップ市場反発してますから今日はフラットな感じでサポートを期待してちょっと見ていきたいなと思っていますグロース250指数に関しましてはチャートがだいぶ変わりましたね、えー、転換線、基準線、雲、ま、ず雲の上限すべて割り込んできたという形になりますマックにもデッドクロス数日以内に起こりそうではありますのでちょっとまたフラットに見ていく必要はあるかなというふうには思います ニューヨークダウンに関しましては、なんとか自立反発ができて、転換線を維持できているという形になっています。状態は維持されていますので、ひとまずサポートが効くか効かないか確認していきたいと思います。サントピー5役です。こちらも反発をしまして、基準線の上までは戻せたといった形です。マック D の、ね、角度も若干柔らかになっているんですが、まだ下向きなので警戒心は高めで、 横向き、上向き、ゴールデンクロスなんかになれば高値更新期待して見ていきたいと思います。ナスタックに関しましても反発はしているもののこちらはまだ基準線も超えられていない状況ですね。上値抵抗は残っているという形で見ていく必要はあると思っています。 最後、ラッセル2000です。非常に強い反発を見せました、まあ。なんとか崩れる前に、この上昇も強かったですけども、押し目をつけて上がっていくっていうイメージであれば問題はないので、高値を超えることができるかっていうところで見ていきたいと思いますが、どちらにしよう、ちょっと変動率は高めなので、そこの点はご注意ください。はい、ということで今日は日経平均株価が高値をつけたのは、海外先物の短期筋の影響だった可能性が高く、短期資金が抜けたら案外もろかったねっていうそんな話ですよね。ちょっと 心配なネタではあるんですがもちろんここからね上がっていく可能性がゼロではないっていうところやアメリカ株も反発してますからねそういったところも踏まえてじっくり見ていきたいと思っています今日もよろしくお願いしますでは今日もお知らせを入れさせてください個別銘柄をとことん分析するマガジンですが毎週金曜日更新で分析記事アップしてます先週はディスコの決算の答え合わせしてるんですが、まあ、見事に下がってる銘柄ですからねちょっと内容は確認しておいてください決して悪い決算ではないけど予想に届かないところもあってというところだと思いますのでそこはねぜひチェックして おいていただければなと思います。また昨日までね、Amazon Audible がキャンペーンやってたんですよね。ですからガチ速ファイヤーぜひぜひという形でお勧めしてたんですが、たくさんの方に読んでいただけたようで本当にありがとうございます。ガチ速ファイヤー自体は Amazon Audible で1ヶ月無料の状態で聞ける状態は続きますので、ぜひぜひ聞いてみてください。概要欄の URL をね、ぜひチェックしておいてくださいね。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマークボタンとまた明日以降もこのような形で朝7時目標を頑張って更新していきます。毎日チャート分析チャンネルのチャンネル登録。 ぜひよろししくお願いしますそれではまた明日テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。